お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュララやっていきますけど、今日はですね、こちら、ジャイスパを使っていこうと思います。なんですけど、このね、ジャイスパが最近また新しく流行り始めてますね。なんか、ダクプリミニペイ型っていうのかな、また違う方もあったんですけど、またね、さらに新しく、この、スケコウモリのディガー入りのね、ジャイスパが流行っています。というわけで、やっていきます。まあ、スペルが、やなめだけなんですけど、このディガーがね、いることによって、マジアチャとか、マスケとか、こう、スペル中型スペルがないので、そこを処理できないのをディガーでカバーしていくって感じですね。というわけで、ダンディライオン！この前も多分動画中に当たりましたね。さあ、マジアチャオールブレイカーですね、これは。というわけで、ここは若干のアド、2アドぐらい取ったので、スパーキーで行って、これも無視ですね。ヘイ、ジャイスパー組んで、まあ、ディガー削りっすかね。うわ、奉仕っすか。奉仕は、まあ、気にせず行きましょう。ディガー飛ばして、なんか来たら一気に処理したいけど、これワンチャンスパーキーで入ってくんねえかな。ああ。さあ、いいスケですね。ここ一回溶かしつつ、いや、ちょっと待ってよ。セダやばい。うわ、セダやばい。まあまあまあ、ここは一回エレキさえ残れば、すべて大丈夫。エレキさえ残れば、OK。しかも、ディガーのダメージが結構入ってますね。ジャイパンチとディガーで、はい、削れてるんで、相手が、ポイズンでしたね。テンプレのロケット、僕がオール、あれですね、奉仕ミラーとかやってるやつのロケットがポイズンで、ミラーの枠が普通にスケアイス、ウォールブレイカーになってるのか。オッケーオッケーオッケー。これは、まあ、スケがね、ちょっと厄介かな。スケが、一回スパーキーのクッション置かれるんで、おー、これあれっすね、奉仕プラスのポイズンで処理しようって考えなんで、奉仕を速攻処理したいですね、僕からしたら。やなめで構えて、出てこない。あ、これで一回スケクッションっすね、多分。お、やってるやってるやってる。あ、でも、ミニペラ HP が、え、ラッキー？なんか優秀だね、いろいろ。さあ、これは？相手がなかなか防衛を手こずっているラッキーパンチ。オッケー、メリークリープンチ。あ、誰がテンゴットよ。よし。テンゴットのサムネあるある。なんかメリークリープンチ。あと何だったっけ、なんかなんちゃらパンチみたいな。バレンタインパンチ、さすがになかったか。なんかちょっとね。面白いですね、あれは。出てこないですね、僕とかは。よいしょ。さあ、というわけでこれ速攻溶かして、あとは相手がポイズンなんで、永遠にイモリゲーですね。オッケーオッケーオッケー。ラッキー。拾う。で、対策気味に。さあ、で、ポイズン、3回ぐらい受けれそうなんで、ここを耐えます。で、あとは端前奉仕ぐらいですね。相手の勝ち筋としたら。オッケーオッケー。あの奉仕をちゃんと柳目で処理して、はい、来た。これは勝ったんじゃない？ダンデライオン。さあ、最近僕の動画に登場しがちですが、しかも前も一戦目だったかな。危ない。結構危ないですね。まあ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 、グッドゲームというところで、いい相性を引いていきましたね。あとは回転が速いので、まあラバーとか対空にも多分空にもね、結構いけると思うんですよ。コウモリエリキで、あとスケで高回転で回しつつ、ヤナアメがね、ちょっと、ええ感じですよね。ええ感じ。さあ、ディガーを飛ばしますか。とりあえず、スパーキー展開したいですね。ゴブリン。ウォールブレーカーか、なんだろうね。ワンチャンロケットかな。ロケットじゃないことを祈りつつ、さあ、相手が出してこない。出してこないので、でも、スパーキー自分から展開するのは悪臭なので、逆サイ攻められて、最下エレキだけで処理とかされるのが怖いんで、一回ユニットを咲いてくれ。咲いてくれないっすね。行っちゃいますか。行っちゃってもいいな。ゴブリンなんで、ラバではないと思うんですよ。ラバだったらちょっと辛いっすね。これケツラバ。ゴールでもないと思うんですよ。オッケーオッケー。ウォールブリカーっすね、多分。なんで、相手が多分マジアチャいるんで、マジアチャを、まあ、どう処理していくか、すかね。さあ、こジャイ繋げて、これ多分ミニピもね、繋げていい気がしますね。うん、ベビードロ
違う違う違う、全然違う。うわスケレですか。これはいいスケルトンラッシュですね。このスケル防衛マジで苦しいんですよね、スパーキー側からすると。さあですが、スパーキーが後ろに下がりつつ、いい感じに、さあここはさあこの1枚いりますね。しかもゴブリン咲いてるんで、オッケーオッケー、バルキリーを咲かせられたのはでかいのと、まあエレキ延命する必要なかったけど、まあまあまあこれで一発刺されますね。タルババタルババ、バルキリーベビーゴブリンスケラ、あんま見ない形ですけど、ちょっと怖いですね。スケラ撃たれた瞬間、ユニットだったらジャイで釣ってコウモリ防衛ですけど、ここは一回さ形組みますか。これね、相手が全受けなんで、まあ一回ディガーで、うわ、これゴブリンなんで、よいしょ。エレキでタゲを、オッケー、オッケー、このスパーキー優秀か、お前。いいね。さあ、相手はスパーキーの受けが多分苦しい。いや、でもいいボーイですね。一発？いやー、一発！さあ、後ろから僕は多分、これを繰り返しとけば、結構いい感じでは、ないでしょうかと思うんですけど、スケアフリーズ打たれたらやだめですね。まあ、エレキでもよかったですからね。さあ、もうこれは僕はもう、ディガー削りですね。ファルチを一掃、ナイス？あ、ちょっと待って。はいはい。はいはいはい。ちょっと待って。事故ってる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 。え、やばくない？危ねえ。849か。削り切れるかな？多分いけると思います。ディガー。ディガーですね、問題は。このジャイフタで、ワンチャンスケラ来ますね。この瞬間に、ディガーで攻めるけど、いや、しかもそれをしっかり受けていきますね。いやー、ちょっと痛い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 。痛い。このスパーキーが、残さないといけないですね、これさと。残る、いや、いいんじゃない？来た！来ました、皆さん！からの、たまたま事故ってくれねえかな。タゲが変わり、リガーが刺さり、ジャイも刺さり、え、あ、あ、やばい、待って待って待って、勝ったと思った、勝ったと思った。勝ったと思った、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。やなめ、やなめ。この時めっちゃ怖いっすね。あぶねえ、グッドゲーム。というわけで、さあ、いい感じに2連勝ですね。いい感じに。てかまあ、ジャイデッキなんですけど。ほぼディガーで削ってるまでありますね。さあ、というわけでラスト行きましょうか。あー、ちょっとね、久しぶりにね、鼻がね、やられましたね。ちょっと鼻が。花粉症なのか、アレルギー性鼻炎みたいなのかわかんないんですけど、僕なんかそういうのがあるんですよね。まあ、ただの花粉症かもしれないんですけど、マジで最近そんなのなくて、マジで普通にね、こう気分よく生活してたのに、急に、一気に悩ますよね。花粉症系ってマジで悩ません？多分、経験したことない方は、本当に何も思わないかもしれないんですけど。多分、鼻で苦しんでる人たちからすると、地獄ですよ。本当に。えぐいっすね、あれは。なんかもう、なんて言うんですかね。不快すぎて。もうその一日が楽しくなくなるんですよ。もう朝起きた瞬間に、鼻がちょっとね、ムズムズしてると、ああ、もう今日終わった、泣いたっていう、この感じ？脱力感にすごい襲われるんですよね。っていうのが、ちょっと今なってるんで、ちょっとね、若干泣き気味ですね。マジで。花粉症になったことない人なんで、羨ましいですね。さあ、ここはリセット。お、あれ？一発打って、わー、いいファイボーザップだ。今のはね、相手がうまいですね。まあでも、ファイボーザップ使って、縦の選手も使いました。となると、ここで、ちょっと後取ってるかな？どうだろう？取られてるかトントンぐらいですね。縦の選手耐えたので、言えます。ん？おお。コウモリでザップも使いましたよね、さっき。これ、穴埋めで、来たんじゃね？トゥトゥトゥン！チュチュチュン！さあ、来ました。さあ、来ました、グッドゲーム。グッドゲーム、ちょっとごめん、ミス。さあ、いいんじゃない？まあ、でも、相手も高回転のバルーンなんで、難しいですね。コウモリに、インドラにエレキ出したいんですけど、インドにエレキ出して、
そしたらバルーン逆サイ来てコウモリ出してもザップ打たれてみたいなのがあるんで、ここですね、ここ。ここちょっとむずいですね。あー、で、ここで相手はエレキを咲かして、ここね、楽に防衛しようっていうのが相手の作戦ですね。よいしょ。いけ。エレキ、エレキ。エレキ、うわ、ちょっと、勝手ですね、これ。よくね、よくね。ハンター、いや、待て、おつけ。エレキ咲いたな。焦る、焦る、焦る、焦る。焦るぞ。ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。一瞬で溶かしたい。エレキ回れ。これさ、どう？耐える耐えるが、さあ、どうする？ディガー盾の戦士で、矢斜めを当てるぐらいしか僕には勝ち目がないようだ。いや、それですらも勝ち目がないようだ。くそ。いや、まあ、これはね、これはね、ちょっと、相手が上手かったですね。ファイボザップ、早いのと、ちょっと矢斜めなんでね、ラファには、勝てたい。勝ちそう、勝てそうなんですけど、ちょっとね、ここでこのバルーンはね、ちょっと、きつかったっすね。というわけで、このジャイスパね、まあ、ファイボとかないんですけど、ディガーがあるんで、相手の遠距離系をしっかり潰してって感じですね。なんで、ま、やった感じ、インドか。インドファイボザップ辛いっす。インドファイボザップ。まあ、そんな感じですね。はい、よければお使いください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。